どっかこれ開始もこっちでやるんでしたっけいや向こうなんですけどあ<ー>ごめんなさいお願いします <laughs> あれどうしたんですか <laughs> ちゃんおかさん察したんですかね今日はなおちゃんお休みなんですよね 探すの忘れてさ、まあ、いっか。な <laughs> おちゃん、ようちゃの愉快な不動産屋さん。ん はい。火曜日の夕方6時を回りました。なおちゃん、ようちゃんの愉快な不動産屋さんのお時間です。皆さん、こんばんは。はい。えー、今日は実は一人なんですよ。なおちゃんが今日はお休みということで、ようちゃん一人で、えー、進む1時間、どうにかやっていきたいなと思います。なんでもですね、何かなおちゃんの妹家族が本土の方から沖縄に来て来るということで、ちょっと空港までお迎えに行くそうです。 はい。ね <laughs> 早速メッセージ来ていますね。ありがとうございます。どうにか助けてください。まず、ちゃんおかさんですね。ようちゃんはできる子でね、これ番組始まる前にメッセージ来たんですけれども <laughs>。ね、なんか察したんですかね。一人であたふたしてる様子が見えましたかちゃんおかさん,うん。頑張れ。一人ラジオということで。はい、ありがとうございます。一人で頑張ります。そうなんですよね。年に何回か ありますね。こういうことが。<laughs> まあ、本当は、お休みすることもできるんですけれども、なんかね、ちょっと、まあ、やってみようということでね。来 <laughs> ました。えー、はい。で、ルドルフさんからもですね、はい、さいこまわんです。ようちゃん、お久です。お一人ですかということで、そうです。一人です。このブースに一人です。はい。アシスタントの方もいないんですよ。 なので、この機材を回しながらっていうのもね、本当結構、大丈夫かなって不安ばっかりなんですけど、うん、なんとか、もう何回目かなので、どうにかやっていきましょうね。はい。えー、双子ちゃんの次のお,お姫様はお元気ですかということで、ルドルフさん。そう、ありがとうございます。そうですね、元気ですよ。日に日にやっぱり変わりますね、新生児というのは。はい、生まれたばかりなんですけど、もうそろそろ2週間経ちますかね。うん。 そうね2週間前に生まれて確かラジオの3時間ぐらい前に生まれたんですけれどもうんどうにかねラジオに駆けつけて皆さんに報告したんですけれどもはい元気ですよ今、うん、日に日に顔が変わって本当可愛いです女の子生まれました、はい、ありがとうございますちゃんこさんなおちゃんなしでも OK さーということで <laughs> はい え休まずやることが沖縄・美ら島不動産のモットーさあ,あ、そうですね。はい。<laughs> そうですね。なんとか。うーんまあ自分に打ち勝って来 <laughs> ましたよ。<laughs> ほんと悩みましたけどね。な何時2時間前ぐらいに奈緒ちゃんが今日はちょっと難しいということが、ね、メール来てうん。そっか。どうしようかな。何をしゃべろうかなとかね、いろいろ考えながら来て。まあその間にどうしようかなって思ってたんですけど。 まあ,まあまあ始まってしまったのでまあこういうことを言ってもしょうがないのではい、頑張っていきますよろしくお願いしますえはい。今日寒いですねまた沖縄もかなり冷たくてですね今日の気温があ、11度今11度ってなってますねあのネットで見るとさっきまで12度だったんですけどちょっと日が暮れてきてまた下がってきてますね 今日も寒かったんですけど、昨日もめちゃくちゃ寒かったですね。昨日の方が寒かったんじゃないかな。昨日雨も降ってたので、寒かったんですけど、昨日ですね、僕はあの、お仕事でやんばる、なきじ村まで、ちょっとお客様のご案内で行ってきました。とっても寒かったですね。はい、もうお,客さんお客様もですね、まあ、本土から来たんですけれども。 いや沖縄寒いですねと、いいあなたが来たところの方がもっと寒いと思うんですけどって話したんですけどね、いや、沖縄寒いですよ、びっくりしましたということで、うん、そうなんですかね、<laughs> そうなんですね、沖縄寒いんですよね、冬、このもう1月、2月、この時期になるとですね、うん、結構風が強くてですね、体感温度もぐっと下がるということで、確か昨日ですね、運転しながら、 車に温度計がついてるんですけれども、多分外の空気の温度でしょうね、9度ってなってましたね、9度ってなかなか沖縄では見ない数字なんですけれども、10度を切ったら、本当ね、あんまり外出たくないなっていう感じなんですけど、<laughs> まあまあ、きはお仕事だったので <laughs>、ご案内しました。でもまあ、楽しく、本当、ね、僕の車で迎えに行って、ご一緒にあの車でドライブしたんですけど、うん、楽しくご案内できましたね。 はい、その話はまあ後でしましょうかねまあこういったお話しかできませんのでえー、っとメッセージ来てますねうんあルドルフさん「お兄ちゃんお姉ちゃんは可愛がってますか?と」と <laughs> はいえー、そうですね僕もう2歳になる双子のね男の子女の子がいるんですけれども、うん、もうお兄ちゃんお姉ちゃんになりましたね考えてみたら2週間経ちますけど うん可愛がってますよ。意外と。とてもなんか、なんですかね。ちょっと、うーんどう接していいかわからないようなそぶりをしますね。お兄ちゃんの方は。お姉ちゃんの方はね、もう可愛いい愛いの連発でね。あ,あこんなに可愛がるんだっていうぐらい可愛がるんですけど、お兄ちゃんの方はちょっと、どう接していいのかわからないか、ちょっとおどおどしながら、でも、触りたいという感じでやってますよ。うん ちょっと楽しみですね。これからどういうふうに育っていく、ああ、接していくのかですね。うん、あちゃおかさんがですね、第3種のお祝い持っていかないといけないねということで、<laughs> いや、全然いいですよ。ほな、置き換いなく大丈夫です。ありがとうございます。沖縄寒いねということで、うん、寒いですね。うーん、そうですね。そう、昨日ヤンバル行ったんですけど、桜がですね、まあちこちで見事に咲いてましたね。 今日も今、ちょっとですね、早めに珍しく着いたんですよ、あのこのパークアベニューの方にですね。なので、ちょっと遠くに停めてみようということで、あの市営の駐車場の方に停めて歩いてここまで来たんですけど、ちょうどサイドウェイカフェの方かな、あの桜が綺麗に見事に咲いてましたねうんうん。いいですね、風情があって。で、泣き迅速の方もお祭り、桜祭りなんかもね、やってまして。 確か来週くらいまでだったような気がしますね。あの、日にちがですね。で、だんだんやっぱり、もうこれから散っていく時期なんでしょうね。うん、そんな感じでした。えー、ゾルーさん。ん沖縄、あ、大阪は二度ですよ。<laughs> バック。二度。あー、二度。 もう9度でめちゃくちゃ寒いって感じてるんですけど2度となるともう予想をはるかに超えますねだど,うどう表現すればいいんでしょうね <laughs> ああでもうーんそうですかもう着込む量も全然違うでしょうね沖縄の方とはうん、まあ、風邪ひかないように気をつけてくださいチャ、えークさん寒さに負けるなうん負けません <laughs> 頑張ります 泣き人にもお口に住んでおられる方もいますねとそうですね泣き人村うんやっぱりこの辺の中部とはまた違った雰囲気があるんですけど、まあ、沖縄でもやっぱり少し田舎の方ってイメージが強いんですけどねでも結構あの住んでらっしゃる方たくさんいてですね結構移住者の方も多くなってるんだと思いますよう で昨日ご案内した物件も、那紀神村の兼市という地域のところの、えー、高台の方にある、もう海が、海がばーって見えるような景色のいい場所なんですけれどもね、そこもうん、なんていうか、ちょっと外れた場所にあってですね、ただ分譲されてるところなので、ちらほら民家が点在していて、うん、まあ、ちょっと不便さは感じるかもしれないんですけれども、ほんと、のんびり。 まそそれこそスローライフなんていう言葉があるんですけど満喫できるような物件じゃないかなと思いますまた後でその国何、えー、ていうんですかね <laughs> ご紹介しましょうねこの物件についてもはい何かメッセージありがとうございますたくさん来ますねチャンクさんムルドルさんんあそうだ今日はいつものルービーはやはり寒いから飲まないなと熱感だなあいいですね乾杯あ熱かいいですね あ,あ、そうだ。昨日、ああまあ、こういうこと言っていいのかな。お客様からですね、あのー、関東の方から来てもらったので、なんか日本酒のお土産をいただきましたね。熱燗って日本酒でやるものですかね。うん。ちょっと、どうやるのかな。ちょっと試してみたいなと思いますね。ルドロさん、桜祭りにも元部泣き人やっているみたいですね。と。そうですね。実は元部では八重岳という、ね。 八重岳桜祭りという有名な桜祭りがあるんですけれどもちょっと足を伸ばして行ってきましたよ、うん、それも後ほど話しましょうかねじゃあちゃんこさんいつもの沖縄だと桜咲く時期だからシャツ一枚でもうと思ったけど今じゃ名古屋から行くと同じ格好で行くぐらいの服装だねとその方がいいですね <laughs> 今半袖で歩いたらあこの人大丈夫かなと <laughs> 思われるでしょうね ああこの人何考えてるのかなと <laughs> まあでもたまに見かけるんですけどね今日なんて事務所の前の方も,も結構年配の方でしたけど薄,で薄着でしたね僕事務所の中でもこうガタガタ震えてたんですけどあいやと思いながら外見ると薄着のおじさんが歩いてましたねうんまあ歩いてるからあったかいのかなという感じなんですかねうんホットワインでも ホットワインも美味しいみたいですよと。ああ、ホットワイン。ホットワインっていうのは、少し、常温のワインを温めたらいいんですかね。あ、うん、あ、それもいいですね。ホットワインも確かあった、ありましたね。白ワインの方があったような気がします。うん、じゃあ、ちょっと <laughs>、まだ来ますね。チャおクさん、日本酒の熱感いいね、と。あ、いいですよね。 後でやりましょうねじゃあ今日今夜できるかなホットウイスキー、うん、いいですねいやなんか <laughs> 飲みたくなってきましたね <laughs> 最近ですねあまり飲めてないんですよねやっぱりいろんなことがありましたのでちょっとね控えてた部分もあったのでそうですね徐々にちょっとお酒を取り戻していこうかなと思いますねはいではですね今日さあ <laughs> オープニングから大丈夫かななんか不安げなスタートだったんですけどまあなんとかなるでしょう、はい、ではいつものいきますね、えー、この番組はどちらも沖縄市で不動産業を営んでいるなおちゃんこと大波不動産いはな花とよう、えー、ちゃんこと沖縄美ら島不動産浜崎陽一の、えー、この2人による日々の何気ないことから不動産に関する情報やお悩み相談まで時にゆるく時にはズバッとお届けいたします 番組中、メッセージを募集していますので、不動産に関するご質問やお悩みなど、またその他何でもいいですので、どうぞお気軽にメッセージを寄せください。メールアドレスは761アットマーク f m k o z a j p 761アットマーク FMKOZA.jp、p, ファックスは098-934-8653です。えー、また、f m コ o z a では、ユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 なんと全世界に向けて生配信中です。生放送ですね。ああ、大丈夫かななんか、これ自分にプレッシャーを与えてるようなもんですよね。えー、FM 講座のホームページからご覧いただくことができますので、どうぞお楽しみください。よろしくお願いします。えー、メッセージ、バンバン送ってください。<laughs> はい、えー。よろしくお願いしますあ。あ、まだメッセージありますね。ルドルフさん、私の友人でも半袖半ズボンが長袖 普通のズボンになっているようですよ。<laughs> そりゃそうでしょう。<laughs> 二度でしたら。えー、あ、確か、ずっと前、なんかメッセージ来てましたね。なんか、寒いけど、半袖、半ズボンがいますよとか、そういう、なんかありませんでしたっけその方ですかね。確か、近くの友人と聞いたような気がしますけど。ちゃんお子さん。あ、でもいたよ。T シャツ短パンの親父小沢の裏側あたりで。<laughs> これ番組名ですね。<laughs> あそうですね。うん、日中は太陽出てたらなんとか過ごせると思うんですけど、もう今の時間からですね、暗くなると、もう夜はもう冷たいですよ、本当に。あ、飲みに行きますか。いつでも OK ですと。あ,あ、ちゃんこさん予定あるんですか何か来置きされる予定が。もしぜひあるのであれば。あ、あ、敬語さんと、 ああはいはい、ちゃんこさん、敬語さんとこ行くと行っていけてないので、リカバー経由、敬語さんとこで、ああ、はい、中里さんのところですね、えー、バー、ブロー、ああ、僕、長いこと言ってないですね、いつちょっと悪いなと思ってはいるんですけれども、あ,あいいですね、なんとか、その日は <laughs>、抜け出るように頑張りますので <laughs>、行きましょうか、はい、ドルーさん、ゆっくり、ゆったりと、ようちゃん、そうです。 えー、ヨナバ原の友人です。ああ、沖縄の方なんですかああ、そうですか <laughs> あ、まああ。まあ、半袖半ズボンは、うん、もう本当、えーまあ、12月あたりまでがいいと思いますね。1月、2月、3月は長袖ということでね、衣替えしていただくと <laughs> いいかなと思います。はい、そうですね。じゃあ、一曲いってからちょっと心を落ち着けて、また。 えー、CM 明けに、えー、お話ししていきましょうかね全然もう曲を選んでもいないんですよねはいうんととととどうしましょうかねじゃあちょっと待ってくださいよえー、とととと,とうんうん、うん、あったはいえー、じゃああもう過去に一度流したこれ あれこれでも選手流したかなもうよくわかんない <laughs>、えー、じゃあ「あミスター・チルドレン終わりなき旅」。 内地からの修学旅行生は一泊は一泊するようですねかこれいいですよね、うん、とてもなんかいろんな体験ができていいらしいですね、うん、はいなおちゃんようちゃんの愉快な不動戦さんのお時間です、えー、今日はようちゃん一人で、えー、ラジオやってますよさあ ありがとうございますたくさんメッセージいただきましてちょっとやり取りさせていただいてるんですけどうんそうですね昨日まあ先ほど冒頭もお話ししたんですけど泣き人村の物件ですねちょっとご案内お客様からお問い合わせがあってでお客様は本土の方なんですけれども関東の方ですねから朝の朝の便で来たのかなあっ1日前に来たって言ってましたかね。 であの車の運転がちょっとできないものですからあのバスで名護市役所まで行きますのでそちらからあの一緒に同乗させてくれませんかということであの僕の車でですねご案内したんですけれども、えー、そうですね、もう着いた途端に、まあ昨日本当寒かったんですよ僕ももう、えー、待ち合わせしてるところもバス停で待,待てばいいのかなと思ってバス停で待ってたら時間になっても、まあ、バスの到着時間ですよ。 なかなかバス自体が来なくてですねあれおかしいなと思ってずっと寒い中ブルブル震 <laughs> えながら待ってたんですけどそしたらあの電話が鳴りまして実は1本前のバスに乗ってきたんですよということで「ああそうなんですか」今名護市役所ですよ」って「中にいます」って「あえ僕バス停で待ってました」ということでね「<laughs> じゃあ今行きます」ということで、まあ、なんとか無事は、まあ、初めましてですねお会いすることができてうん、まあ、とても素敵なご夫婦だったんですけれども。 でそこから泣き神荘の物件へと向かいましてうんまあいろいろお話ししましたねうんいやなかなかうんそうですね桜もいっぱい咲いてましたのでうんどっちも楽しかったんですけれどもうん本当 <laughs> いろいろですねでまあ昨日雨がですね結構 降りましたね、でまあ弱い雨だったり強い雨だったりまあいろいろ変わっていったんですけれどもでああ今日ちょっとご案内日よりじゃないなと思いながら、うん、青空でしたらもうすごい桜も見栄えがよくて綺麗なんですけどねという話しながら行ったら「いえあのこの時期にあなんか沖縄のイメージがあの青空のイメージですけど、まあ、今日みたいなこの雨の天気 まあこれ以下はないですよねということで物件見るならそれが一番ベストじゃないですかなんて言われてねあそうですね確かにそうかもという感じでしたねつまりあの物件見た時にねもうとても海がバーって見えるような物件ですのでその印象しか残らなかったらねあのもうとても舞い上がってまあまあそれもいいのかな <laughs> 不動産の立場からすればいいことなんでしょうけどまあやがってね即決してまた後からこんなはずじゃなかったって思われるよりはあの最初であの例えばまあ雨の日とか台風の日とか最悪な天気の時に見てあこの天気だったらまあ大丈夫ならあのもうこれ買わないしもうあとはこの物件に対してねいい印象しかないですからあのいいのかなとかねそういう話もしましたけどね。 なかなかやっぱり僕話がうまくないですね <laughs> そういう話をしながらご案内しましたねあメッセージ来てますのでちょっとご紹介しましょうねルドルフさんからあチャンクさんから移住から民泊になってしまったようちゃんこうなったらようちゃんの父ちゃんが持ってるホテルを改造しますか <laughs> ありがとうございますそうなんですよ ちょっと僕の方の実家ですねあの、実は小さなビジネスホテルをやってましてあの、沖縄市役所のすぐ近くですね、で、ちょっと安い,安い宿ですね、素泊まりのホテルをやってますので、まあ、そのことをおっしゃってるんですね、ちゃんこさん。ありがとうございます。そうですね、結構あの、リピーター多いんですよ、このビジネスホテルですね。あのうん まあ料金設定が安いからっていうのがあるんでしょうね。で、結構場所も中野町にも近いし、沖縄市の中心地に近いですからね、いろいろ、あのー、なんか、好評いただいております。そうですね、改造して、じゃあ、ちゃんこさん専用の、うん、一室ですね、じゃあ、ちゃんこさんにこう、分けて売るとか <laughs>、そういうことも考えましょうかね。うん、ありがとうございます。 あ、ルドロフさんから、あ,あ、そっか、エンスさん、キャス切れましたということで、エンスさん <laughs> お願いします。はい、そうですね。で、昨日ですね、もう、まあ、そうだね、せっかくですから、今日は奈緒ちゃんいないので、僕の物件紹介のコーナーにしましょうね。えっと、泣き人の物件なんですけれども、えー、ご紹介します、えー、土地付き建物ですね。 金というところになりまして、えー、土地の壺数が98.77坪、えー、建物が、えー、延べですね28.65坪ということで、えーまあ、土地が100坪近くあってですね結構広々使えますね、まあ、一部傾斜していますけれども、まあ、平坦なところもあ多,く、まあ、多くてというかそこに建物が建っててあの,この 海が見える側ですね北側になるんですけどそこがちょっと傾斜している部分があってでもそこはうまく利用してですね家庭菜園などできるような敷地になります、うん、で建物は、えー、間取りが 4LDK、まあ、コンパクトながらもですね結構考えられて設計されてまして、えー、1階の方が洋間、えー、が7.5畳あってあとは LDK ですね LDK にはこのアイランドキッチン まあ、どこからでもこう回れるっていうようなキッチン対面式になるんですけどもうそれでもあの独立したような形のキッチンになりますね、うん、1階がこうなってて2階が3部屋ありまして全部オール用間ですね、うん、で各部屋にまあそんなに大きくはないですけどクローゼット収納もあってですね、うん、とてもよく設計されてるなという感じた次第です うんでトイレも1階、2階ついていてです、ね、本当、いいですよ、一度ぜひご覧ください。でなんといっても、この1階の窓からあ、また1階にはですねあのウッドデッキもついてて、ですね、まあ、そこからの海の景色ももちろんなんですけど、また2階のベランダからの景色も素晴らしくて、ですね、えー、とてもおすすめです。 で遠くには伊平屋島、伊是名島が見えてですね晴れた日にはき、まあ、昨日も雨でしたが、まあ、曇りと言いますかそんな感じの天気だったんですけど、うん帰ってですねすっきりした感じだったのかな空気が澄んでたんでしょうね、あのー、島陰が見えてあいいなという感じでよかったですねリーフも綺麗に見えてですねうんでその海まではですね車で5分ぐらいで。 行けますので、すぐもう海水浴行きたいなということでしたら行けるんですね。うん。で、もうお客様も大変気に入って海まで行ってですね、もうすぐ帰ってくるかなと思ったら海まで行ってもうパシャパシャ写真撮ってまして、結構あのなんか楽しんでましたね。<laughs> でその後ちょっとね、もうせっかく沖縄に来て、えー、物件も見て。 まあそこでバイバイはちょっと寂しかったというかそういうのもあってあの泣き人上司のですねちょっと桜祭り雰囲気でも見てもらおうかなと思ってといってもこの時期じゃないと沖縄の桜って見れないですからねもうこのタイミング逃すと見れませんから行ってもうまあ入り口の方までなんですけどうんその道の両脇にもね桜がたくさん咲いてて。 えー、とてもいい思い出ができましたって喜んでもらいましたねその後はあのは美勢の福木並木の方まで行って、まあ、ここも雰囲,気がいい雰囲気がとてもいいなということでそこであのまああとはタクシーとかバスとか使ってまたあの戻りますのでということでそこでお別れしたんですけどねそこで降ろしてですね、うん、でとても環境気に入っていましたのでもしかしたらもしかしますね うんどうなんでしょう、ちょっと今、ご検討中ということで、またご連絡があるかもしれないです。ただ、まだ正式ではありませんので、ぜひ、皆さんもあの気になる方は、ぜひ、うちらしま不動産にお問い合わせください。お願いしあっという間に時間って過ぎるんだな。<laughs> というか、僕がもたもたしてるからかな。うんあっ、た金額、まあ、今ですね、その金糸の物件につきましては、まあ、一応、2700万円で売り出し中ということですね。 はい、お願いしますえっとそうですねまあその後えー、まあお別れした後ですねまあ雨も降ってたんですけどちょっとせっかくなのでってことで八重岳の桜祭りも僕見に行きましたね一人でうんそしたらですねまあ雨にもかかわらずたくさん人がいましたね中もでもカップルが目立ちましたねやっぱりあちょっといいなという感じで <laughs>。 僕は一人なのでね、なんか、温度差を感じましたね。<laughs> でも、微笑ましかったです。あうーんと、ちゃんおかさんから、あじゃそうですね、おいくらということで、<laughs> さっきのビジネスホテルの金額ですね。うん、わかりました、ちょっと、<laughs> まあまあまあ、これは、はい、後でちょっと <laughs> お願いします。 さあえっ、ー、ともう半分過ぎちゃってるんですねちょっと2曲目いきましょうねそれからまた、えー「あなたのハートに仮解き」のコーナー僕一人でやりましょうねえっ、ー、とでは2曲目ですねグリーンで桜カラーそっかこれ開始もこっちでやるんでしたっけいや向こうなんですけどああ 自分がちょっと <laughs> ごめんなさい。お願いします。<laughs> あれ？どうしたんですか？<laughs> ちゃん、おかさん察したんですかね？今日はなおちゃんお休みなんですよね？ 曲探すの忘れてた、まあ、いいか <laughs> なおちゃん、ようちゃの愉快な不動産屋さん。ん はい。火曜日の夕方6時を回りました。なおちゃん、ようちゃんの愉快な不動産屋さんのお時間です。皆さん、こんばんは。はい。えー、今日は実は一人なんですよ。なおちゃんが今日はお休みということで、ようちゃん一人で、えー、進む1時間、どうにかやっていきたいなと思います。なんでもですね、何かなおちゃんの妹家族が本土の方から沖縄に来て来るということで、ちょっと空港までお迎えに行くそうです。 はい。ね <laughs> 早速メッセージ来ていますね。ありがとうございます。どうにか助けてください。まず、ちゃんおかさんですね。ようちゃんはできる子でね、これ番組始まる前にメッセージ来たんですけれども <laughs>。ね、なんか察したんですかね。一人であたふたしてる様子が見えましたかちゃんおかさん,うん。頑張れ。一人ラジオということで。はい、ありがとうございます。一人で頑張ります。そうなんですよね。年に何回か ありますね。こういうことが。<laughs> まあ、本当は、お休みすることもできるんですけれども、なんかね、ちょっと、まあ、やってみようということでね。来 <laughs> ました。えー、はい。で、ルドルフさんからもですね、はい、さいこまんわん,んです。ようちゃん、お久です。お一人ですかということで、そうです。一人です。このブースに一人です。はい。アシスタントの方もいないんですよ。 なので、この機材を回しながらっていうのもね、ほんと、結構、大丈夫かなって不安ばっかりなんですけど、うん、なんとか、もう何回目かなので、どうにかやっていきましょうね。はい。えー、双子ちゃんの次のお,お姫様はお元気ですかということで、ルドルフさん。そう、ありがとうございます。そうですね、元気ですよ。日に日にやっぱり変わりますね、新生児というのは。はい、生まれたばかりなんですけど、もうそろそろ2週間経ちますかね。うん。 そうね2週間前に生まれて確かラジオの3時間ぐらい前に生まれたんですけれどもうんどうにかねラジオに駆けつけて皆さんに報告したんですけれどもはい元気ですよ今、うん、日に日に顔が変わって本当可愛いです女の子生まれました、はい、ありがとうございますちゃんこさんなおちゃんなしでも OK さーということで <laughs> はい え休まずやることが沖縄・美ら島不動産のモットーさあそうですね。はい <laughs> あなたのハートに仮登記はいということであなたののハーーートに仮登記のコーナーです、えー、このコーナーでは、えー、まあ奈ちゃん今日お休みですけどなおちゃんとよちゃんなりに、えー、不動産に関することをですねまあ分かりやすく伝えていけたらなというようなコーナーになりますえっ、ー、と実はですね「あなたのハートに仮闘記」シリーズ化してるんですけど今あのこのこの。 全国立ち、宅地建物取引業協会というところがですね、ちょっと出している、住まいの購入ガイドっていう、えーまあ、手引書、パンフレットですね、それを一つ一つご紹介していこうというような、今、流れになってまして、確か先週は、すいません、ちょっとこのね、シリーズをお休みさせてもらって、その前の段階では、ステップ3まで進ん,だ進んだんですね。で、今日はステップ4ということで、えー、現地の見学に行く。 えー、これですねマイホームを初めて買う方へということなので、まあ、ステップ4現地の見学に行くということですねちょっと読んでいきたいと思います、えー、気になる物件が見つかったらどんどん見に行こう、えー、気になる物件が見つかったらですねまずは物件情報を提供している宅建業者へ連絡をして現状を確認し、えー、見学の日程を決めましょうですね特にに中古住宅の場合には 売り主様の都合なども確認しなければなりません。うん。うん、そうなんですよ。結構ですね。まあ、沖縄は割と多いんですけれども、あの例えば中古住宅ですね。売りに出てるとしましたら、えー、そこに売り主さんが住んだまま、あの売りに出すっていうケースが多いですね。ですので、どうしても中を見る際にはちょっと売り主様のご都合もありますから。まあ、お休みの日だったりですね。あるいはちょっと。 見に来る前に少し片付けしておきたいという気持ちもあると思いますので、前もってですね、あの、この日に案内したいですということで、宅建業者の営業の方にですね、お伝えして調整した方がいいですね。そして、あの、見学の日程が決まったら、早速現地へ行ってみましょう。100分は一件にしかずです。うん、そうですね。そうなんですよ。ネットとかですね、この不動産情報誌の、ね、情報だけ見ても、 見ただけではちょっとわからないので見ただけというかまあこの実際にですね現地に行くことでいろいろ見えてくるのがいっぱいありますからね、えー、なお見学した時に見落としがないよう事前に確認しておきたい内容をチェックリストとして一覧表にしておくと良いでしょう特に家具や家電を配置する時に影響するコンセントの位置や、えー、壁面壁面の寸法などは細かくチェックしておきましょうということですね うん、はいで次これが結構重要だったりするのかなあの中古住宅ではマナーを守りながら積極的に見学しよう中古住宅を見学する場合他人の家の中をじろじろと見て回るのはちょっと気が引けるという人もいるようですがマナーを守って積極的な見学をするようにしましょう例えばふ買い,回、まあ、買いお買い物先ですねや交通の便など 生活に関する情報はそこに暮らす人売主様ですねしか知り得ないことがたくさんありますから見学中にどんどん売り主様に聞いて、えー、情報収集をすることが大切ですそうですね意外とうん意外とっていいますかまあ購入する前に売り主様と顔を合わせるのはちょっとっていう人も結構いるんですけどいや意外や逆にですね あのー、いるのであればいろいろ聞けますから、うん、チャンスと思ってですねいろいろ聞いた方がいいですねまあ一番お買い物はどこに行かれるんですかとか学校までの距離はどれぐらいですかとかですねいろいろ聞いた方がいいですねうんそうですねでこれ紹介しましょうかね現地見学で役立つ道具というのがあってですねまずチェックシート先ほども 出てきましたけど見学した時にですね見落としがないように、えー、事前に確認しておきましょうというのがありますね、うん、あると便利ですと書いてます、えー、次に方位磁石うん現地で正しい方位を確認するために使いますそうですね方位を気にする方も多いんですけど実際ねどこですかって聞かれた時にまあ不動産業者も一応持ってはいると思うんですけどご自分でも まあ 100, 100円均通とかですねお店で買えますからね、持ってたらいろいろ便利かなと思いますね。ああ今、携帯でもあのアプリでありますよね、方位磁石ですね。あと、メジャー。カーテンや家具の配置を考えるとき、窓や部屋の寸法を直接測って図面に記入しておきますと。メジャーも必要ですね、あった方がいいですね。あと、間取り図と周辺地図。 うんまあ、これに関しては業者さんが持ってくるかと思いますのでそれを確認すればいいかなと思いますねあと筆記用具、うん、肝心なものですが忘れがちなので要注意ですと書かれてますねあ引き用具そうですねあと最後にデジタルカメラっていうのがあるんですね、うん、写真を撮っておくと後日家具やカーテンなどを買い揃えたりリフォームをするときなどに部屋の雰囲気が分かって便利ですとそうですねこのカメラ 持ってた方がいいですねまあ、今携帯でも撮れますのであのぜひ積極的に撮れるときは撮った方がいいですねで、居住中まあ、売り主様が住んでいらっしゃる場合にはまあ、売り主様に確認とかあるいは、えー、宅建業者の営業の方に確認してから、まあ、撮るようにした方がいいですね写真に収めていたらね後から見返してあこういう感じだったなという風うに思い出しますからね 一回見ただけじゃなかなか忘れてしまいますからね、うんうん、結構カメラ重要かもしれないですねうんはいまあこういったところでいろいろ積極的に現地の見学に行きましょうということが書いてありますうん、うん、いいですね奈緒、まあ、ちゃんがいればいろいろ他に気になる注意するところありますかとかやり取りするんですけれども何かメッセージあるかな はい、あ <laughs> ちゃんおかさんが待ってました、ステップ4というコメントをいただいてますね。本当ですか <laughs> ありがとうございます,うんそうです、ね。もし何か聞きたいことがあれば、メッセージでうーん僕に聞いてください。お答えできる範囲で、えー、お答えしたいなと思います、えっとまあ。以上ですね、もうちょっと時間も気づいたら少ないので終わりましょうかね。ステップ4ということで終わります。 で今度はステップ5ということで、えー、契約の準備をするというところになるので、まあ、その時は奈おちゃんと一緒に、えー、お話できたらなと思います。はい、では以上で「あなたのハートに仮登記」のコーナーは終わります。さあ残りが6分弱ですね。先ほどそうだあのルドルフさんからご質問があって、まあ、移住された方どんな感じですかというような。 ご質問がありましたよねね、うん、そうです、ね、結構僕なんか「チラシマ不動産」ではですね、えーうん、これまでたくさんあの仲介のお手伝いさせてもらいましたねで今も住んでらっしゃる方もいますし、まあ、ルドルフさんも言われたように帰ってしまわれる方もいますねでもどちらかというとですね住み続けてる人の方が多いような気がしますあの振り返ってみると。 で帰られる方っていうのはまあそうですねうーんまあほとんど事情があって帰られるっていうのが多いですねまあ地元まあ故郷が本土にあって何か事情があって帰らな,帰らないといけなくなったとかそういうのが多いですねで、まあ、中にはあのやっぱりちょっと水が合わなかったっていう方もいるかと思うんですけれども大抵の方はそのまま移住されて えー、沖縄の暮らしを満喫している人、多いように見受けられます。えっとですね、まあ、気温もそうなんですけれども、まあ、沖縄は雪が降らないということで、そこも大変気に入っているって方、多いんですけど、意外とですね、花粉症ですね、これがあの沖縄に来て一番良かったという人、結構耳にしますね。やっぱり本土では、花粉っていうのがひどいんでしょうね。 僕なんかはもう沖縄に住んでるから全然そういう経験っていうのないし周りからも聞いたことがないんですけれどもうんこれが本当改善されてよかったです沖縄来てよかったですっていう人多いですねあと結構ですね沖縄にいて結構離島を巡りする人が好きな人もいてですねいろんなところでスキューバダイビングしたりそういう方もいますね 結構大きなあの人ってマリンスポーツとかこの離島の楽しみ方とかですねちょっとよあまり分かってない人多いかもしれないですね、あのー、海中道路でもそうなんですけどなんかマリンスポーツたくさんやってる人いたりあと女村の海沿いでもですねよく見かけたりするんですけど大体いい車踏まえてよく見てみると本土の方らしき人が多いですね。うーん ジェットスキーなんかもよく見ますねおそらく自分で所有してるのをどこかで、ね、移動してあの楽しんでたりもしますね。先ほど CM 中にも説明あのお話ししたんですけど例えば沖縄にセカンドハウスを持っていて例えば、まあ、暑い時期比較的過ごしやすい時期は本土にいて。 で寒さがし厳しくなるなとかもう、まあ、雪が降るなという時期には沖縄に来て過ごすっていう人もいますね。うん半々の生活をするのもいい方法かなと思います。うん。うですね、あ来てますね。ルドルさん。ああ花粉症の方はいいかもですねと。そうみたいですよ。やっぱり。 どうですかルドルフさんのところ大阪も花粉症の方って多いんですかね、うん、どうなんでしょうあれ沖縄は,は単純に飛ば花粉が飛ばないっていうことですかねがそういう気がないっていうことなんでしょうね、うん、でもあれですよねなんか黄砂とかは時期によっては結構あったりしますけどね 最近はなんか PM2.5 っていうのもなんか聞いたりしますけどね。これはでも全国どこにいても同じなのかな。うそうそう。あ、ちゃんおくさん。少し暖かくなったら、えー、夜ので、えー、その際に飲みに行きましょう。あぜひお願いします。そうですね。ビアガーデンなんて行きたいですね。あそういえば先週のゲストさんねあの。自治会の まあ、方々お呼びしたんですけれどもえっとどこでしたかね護衛自治会でしたかね確か3月来月だったと思うんですけどあでしたっけあ違うかあれはあれですねごめんなさい <laughs> 3月にあるっていうのは照屋、あのー、自治会で、あのー、組踊りをし、ま、するっていう告知でしたよね確か護衛自治会ではビアガーデンを開いたことがあるということで、まあ、地域の方 はもちろんですけれどもあの地域に限ら縛られずあのいろんなところから来てもいいですよということでまた企画したいですとおっしゃってましたのでちょっと気になりますよねそういうのもねうんはあ、いいですねぜひいつ来ますかね茶かさんあ中野町ビアガーデンうんいいですよね行かれたことあるのかな茶かさんぜひ行きましょう 一度リリカカバーのさんと行きました、ね、うーんあれはいつ頃だったかなうん確かうん暖かい時期だったのでうんやっぱり暖かい時期がいいですねちょっと秋とかね風が出る頃になると寒かったりしますからね結構風が強い時期はうんまあそれでも大丈夫です全然過ごせる範囲だと思いますので是非行きましょうあ い <laughs> いつでも来いと言われれば <laughs> 分かりましたじゃあ、奈緒ちゃんと, <laughs> ちょっとその辺の話を詰めて話してみましょうね。はいということで、あっという間のあっという間 <laughs> 自分の中ではあっという間なんですけれどもお聞きの皆さんどうだったでしょうか今日は奈緒ちゃんが休みということで、えー、ようちゃん1人でお届けしましたもうお別れの時間ですね、それでは皆さんさようなら明日もちろさん、ゆかいな不動産今日も聞いてくれてありがとうさーん。